大好きな新幹線に乗って開業40周年を迎える上越新幹線などが施工され、夢を叶えた家族がいます。この時間がいつまでも続けばいいんだって思うくらい本当に夢の一日にカメラが密着しました。プロジェクトの4日前で、新幹線が大体7時ぐらいに入線してきますの でそこで新幹線の入線を見ていただきながら JR の特別企画夢ときプロジェクトの打ち合わせをしていたのは今回当選した新潟市東区の米田美香さん。そして小町が先頭、大勢のお客さん乗せるから。電車のおもちゃに夢中になっていたのが今回の主役、涼介くんと流星くんの兄弟です。本当に朝から夜寝るまでもうずっともう2人で仲良く、時々喧嘩するんですけど、ずっとこうもうずっと遊んでますね。学生時代に車内販売のアルバイトをしていた美香さんの影響もあり、新幹線が大好きな2人。そんな2人の夢が、こんなに大好きだし本当に新幹線の運転手さんになりたいってすごくもう毎日のようにこう言ってるので、息子たちの夢とともに美香さんには叶えたい夢がもう一つありました。難病でなかなかお出かけがなんかできないっていう状態で、夫の隆さんは7年前に ALS 筋萎縮性側索硬化症を発症。全身の筋肉が次第に動かなくなる国指定の難病で、明確な治療法は見つかっていません。病気も進行し、家族みんなで出かけるのも難しくなっていたのです。家族4人でこう出かけるって本当に最後いつだったっけなってこう思い出せないぐらい、パパも本当に励みにこう毎日なんか闘病頑張れるって言っています。3年ぶりに出かける家族旅行へ、いよいよ迎えたプロジェクト当日。自分がこう病気になってからなかなかこう外に出かけるなんてもうちょっと諦めていたところもあったみたいなんですけど、もう夢のような幸せな2日間になるんだろうなって思う、とっても楽しみです。こちらもワクワクが止まらない兄弟。メイク名前書いてある、サンズって書いてある、サンズ、僕にもサンズ。すると早速プレゼントが。こちら今から新幹線の運転士になる制服をプレゼントしますので、運転士の制服を着て特別な旅の始まりです。ホームに向かった家族の目に飛び込んできたのは、すごい、りょうちゃん見える、りょうすけくん、りょうすけくん、すごい。電光掲示板に映し出されるメッセージを見ていると、今回の旅の舞台、懐かしの朝日号がホームに到着しました。すごい。貸し切りの車内はまさに夢のひとときを演出する空間に。サプライズの連続に隆さんにも笑顔が見られます。今のところも全くないです本当お客さん楽しんでいただければ本当それがいいです、はい。そして新幹線は新潟駅を出発。その頃美香さんは、本日はこの先中山トンネルの他にも開業40周年を迎える上越新幹線の
学生時代以来の社内販売のサプライズ。手渡すお弁当には凌介くんが描いた新幹線の絵も。おいしい、おいしい、元気をチャージしたら、いよいよ子どもたちの夢を叶える時間です。まずは車掌が行うスタンパーを体験。せーの、よし、はい、あ、上手。この日のために用意された特別な切符にスタンプを上手に押した2人。そんな2人のためにこんな粋なプレゼントも。大きくなったら上越新幹線開業当時は海底路線を除けば世界。行き先は運転士で、運転士になる席はご予約いただけてますよという意味で指定席ということで入れてますので、ね、特別なプレートを手に2人も嬉しそうな様子。子どもたちにとっては本当に今日が中山トンネルに隠された秘密です。人生の1ページになったというか、また普段中山トンネル内の照明は消えておりますが、本当に貴重な体験になっていると思います。新幹線、ここで大役を任されている凌介くんはお母さんと流星くんと共にある場所へ。お父さんが車両で待っていると聞こえてきたのは、凌介くんの車内アナウンスです。この日を夢見て、そして目標にして闘病に励んでいた高志さん、自然と笑みがこぼれます。悲しいですね。ありがとうございますって言ったら、毎日リハビリとか辛いこう治療とかあるんですけど、もうこれを励みに頑張ってきましたっていう大切な思い出が一つ増えたので、またこれからも頑張っていこうと思います。本当に頑張れます。ありがとうございます。大宮駅に到着後は鉄道博物館へ。新幹線が大好きな2人がずっと来たかった場所です。夢のような1日は子どもたちにとっても忘れられない1日となりました。楽しかった。楽しかった。また夢に一歩近づいたといいますか、また貴重な体験をさせていただいて、本当にありがたいです。また明日からまた頑張れるねって言っておりました。プロジェクトの翌日も家族で旅行を楽しんだ米田さん一家。動物園に行ったものの早々に切り上げ、この日も鉄道博物館に行ったそうです。そして後日感想を伝えたいと、高志さんが美香さんと協力して作ったメッセージが届きました。この先子どもたちがつまずいてしまった時も、この映像を見返して夢に向かって進んでいくことができる、そんな内容になっていました。また気持ちも新たに家族で頑張っていける大きな励みになりました。本当にありがとうございました。大切な家族と大好きな新幹線で過ごした特別な旅は、忘れられない思い出の1ページとして刻まれました。いつかお父さんとお母さんを乗せる運転士に、その日を夢見て米田さん一家の旅は続きます。